はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート6ですね、やっていきたいと思います。ちょっと家の方をね、改築してちょっとこだわりました。まあ、勝手にこいつら入ってくるんで、まあ、一応こいつらの寝床も準備して、かつですね、まあ、こうやって寝床の隣に、まあ、この石の壁を、まあ、1段置いて、一応プライベートがちょっと確保されてるように、まあ、こことここの間はね、隙間はないんですけど、こいつ寝に来たのか、違う、一緒に来ただけか。まあ、横は、簡単に見えないようにはなってます。一段だけだったら見えるね。まあ、いいか。で、ここにアイテムボックスを置いて、隣にドラキーを置いて、火はここにあります。で、左右は、この石の壁があるんで、まあ、火事にはならないと。で、農業用道具みたいなのはここに置いてあって、椅子とテーブルを作りました。椅子は座ることができますね、と。いう感じで少し、広く拡張して、石造りの家を作ってみましたという感じになります。こんな感じですね。で、あと、まあ、作ってる時にね、キャベツの収穫が終わって、キャベツの収穫が終わって少し、ここの実がなったっていうか、なんか木が大きくなりました。で、あとは小麦もありますので、小麦とかもちょっと収穫をしつつ、今回またイベントの方を進めていきたいと思います。というわけで話していきましょう。副総統さんのことはよくわかんないけれども、胎児が育って嬉しいです。小麦の収穫50マスの畑作り、噂で聞いたけど、ここから東に行ったところに、小麦の種がある。隠されてんの小麦の種そんな貴重なのか。地図を頼りに集落跡に行って小麦の種を探してきてください。 OK です。東でしょ、こっちが北だね。こうか。どれくらい遠いんだろう。まあいいや、ダッシュして。あれ、なんかハテナってなってる人がいるな。人じゃなくてオオネズミだけどね。集落跡にわらわらと。オオ人間、ちょっと俺の愚痴を聞いてってくれ。マジか。まあ聞くだけだったらいいよ、聞いてやる。実はこの先に昔小麦倉庫だったところがあった。お気に入りの餌場だった。いつの間にか魔物の巣になった。それ以来おまんまの食い上げ。全くやってらんねえぜ。お前も命が惜しいなら近づくな。え、魔物ってそんなに強いの。ちなみにこの島に住む俺たちオオネズミは悪意のない可愛くも愛らしいオオネズミ。まあどこかで見つけたら積極的に声をかけてくれ。オッケー。じゃあ行くか。どこだ。あ、これもね、よくわかんないんだよね。何をすればいいのかがわかんない。ああ、とりあえず壊してみる。水が流れましただけ超簡単なんだけど。で、そうすると何くれんの。ビルダーパズルクリア。え、クリアして取れる。なんか調べる。あ、なんか小さな、お、小さなメダルだね。集めるといいことがありそう。あー、これはやっておきたいなー。あ、でもどうせ攻略サイト見れば載ってるでしょう。パズルの解き方とかは。石はちょっと集めておこう。よし、ゲット。すげえいっぱいゲットできんな。で、ちょっとマップを見てみる。あー、もうちょっと奥か。少し敵を倒しながら行こう。いや、石の剣強いね。どっかからか。ここか。ゴリオス。いて。防具が全くないんだよね。一応装備見てみたら、そりゃ防具と盾あったわって思った。ただ何にも装備してない。鎧は服のまんまだし。レベルが上がるごとにまた防具とかもひらめいてくんのかな。まだ4だしね、そもそも。あれ、どこだっけ。ちょっと待って。もうちょっと奥。あ、全然奥だわ。もうちょっとどころじゃない。骸骨剣士がいるな。まあいいや、ヒット&アウェイであいつに任せる。行って感じた。何、援護攻撃が激しい。1回攻撃したらもう逃げるべきか。よし、倒した。ちょっと待って、すーげえいっぱいいる。いて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 。ゴリ押せ。
ゴリ押した後はキャベツを食おう。ちょっとヒットポイント回復のために。あれこれ骨、え、なんか骨みたいなの手に入れた。骸骨剣士の骨か。小麦結構遠いね。木もねこれ壊せるんだよね多分。ほら、あ、あそこなんかそれっぽいとこだな。面白い建物だな。ここに種があるのか。え、種こんな大層なとこに隠してんの。まあいいや、登ってみようぜ。ってことはあれ、ここってさ畑になりそうだね。この土、ここら辺に拠点をもう一個建てるのもいいかもしんないけど、水場がないな。水場が作れないんだよな。あとあいつらこっちまで来てくれんのっていう謎もある。あ、ここに火があるってことはやっぱりここら辺拠点にできそうだな。ま、登っていきますか。ほいほいほい、いつか2階建ての家とかも作りたいね。あ、こいつは何者だ。どうしよう、魔物には襲われる、武器はなくなる、マジやってらんねえ。金床でなら武器も作れる。ものづくりに手を染めるわけにもいかない。小麦の種と引き換えにヒノキの棒でも装備させてくれないかな。え、マジ武器欲しい。マジか、ヒノキの棒なんて置いてきちゃったよ。まあ、ヒノキの棒とは言わず、この銅の剣じゃなくて石の剣でもいいけどね。飛び降りよう。ここってワープできんのかな。ワープできるんだったら、いや無理だ。なんか向こうにまだびっくりマークがあったな。ここ、あ、違う違う、あいつがいたところか。さっきの拠点にすると、家を作るとワープできるようになるかな。いや謎だな。うーん、持ってくるか、ヒノキの棒。じゃあちょっと歩いて持ってきます。めんどくさいけど拠点に戻って、速攻で走ってくればそんなに時間かかんないでしょ。魔物とか全スルーして。こいつなんでこんなとこに埋まってんだ。まあいいや。さてキャベツはまだか。ヒノキの棒を、あれヒノキの棒ってもう完全に捨てたんだっけ。いらねとか思って、なんか完全に捨てた気がすんな。もう石の剣でいいよ。だからこれあげるよ。まあ、でもヒノキの棒でいいって言ってんだからね。捨てたって言ってもなんかここら辺に落っこってそうだけどな。探すのもめんどくさいからいいや。じゃあヒノキの棒作るか。どうせ木材1個で作れるしね。よし、これ持ってきますか。じゃあちょっと寝よう。1回一番奥で寝よう。はい、オッケー。小麦の種を取ってきてください。これはまだか。帰ってくる頃にはできてそうだな。よし、ダッシュで行くぜ。スタミナの続く限り走る。で、スタミナが切れたらまたスタミナ回復をして、スタミナとかって伸びるのかな。いまいちそんな気はしないな。スタミナの減りが減少する装備とかもなんかいずれ出てきそうな気はするけど。よし、結構早く来れたな。ヒノキの棒を持ってきましたと。一応なんかセッティングとかするのかな。はい、あ、ちょっと待って、今あったな、三角が。はい、地箱って書いてあったね。何これ、いい感じのヒノキの棒じゃん。あんた誰、この武器どうしたの。作ったんだよーん。てかビルダーってやばい人じゃん。けど俺言っとくよ、おかげで教団の教えに従ってこの集落跡をぶっ壊せる。私ってはなんだか嫌な予感。ん、囲まれてる、軍隊ありか。こいつらのせいで武器が壊れたってどういうこと。
お礼はちゃんとする。いいね。下に降りて戦うんだったらさ、なんか上で待ち構えてた方が良くないか。50匹もいるんだ。いやでもこいつは弱いかな、一体一体は。呪文とかは唱えらんないよね。なんかギラだとかなんかそういうの、イオだとかさあれば楽勝っぽいけど、こいつは魔法を唱える感じのやつじゃないからな。もうすでに48体でザコがこんなやつに苦戦したの。アイアンアントだし、あ、いた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 。おい、なんかしたこいつ。アリたちを倒したよね。あんたが作ってくれたヒノキの棒、マジにいい感じ。お、いいね。回収させろ。農園で畑を作ってる。そのために小麦の種が必要。破壊神様の罰が当たりそう。ものづくりに興味が湧いた。あ、そのまま小麦の種だね。まあいいや、上に行きましょう。モンゾーラの衛兵ジバコ、小麦の種を植えるところが見たい。いいよ、連れてってあげるよ。ワープでね。お前もワープができるかな。その前にちょっと土、これ両土っぽいよね。ちょっと、まあ、いずれここもなんか拠点になりそうな感じはするけど、土を回収していこう。見よ、げっ、ひび割れ土じゃねえか結局。あ、上から見ると確かにひび割れてんな。いや両土ではなかったか。ちょっと暗いな。暗いと幽霊が出てくるからな。まあいいや、ワープで帰ろう拠点に。こいつ不眠不休で突っ立ってんのかな。あれ、なんか来た。やったーって何が。これはまだか。キャベツは割と早くできんな。こいつ多分ね、ここら辺で寝ると思うんだよね。一番奥に行きやがった。他の人たちも、あ、帰ってきたね、帰ってきた。そう、俺ここだよ、俺ここ。おい、お前俺の寝床なのに。てかさ、この人はここみたいなのは指定できないのかな。勝手に来てさ、勝手に寝てさ。こいつの部屋とかも作りたいんだけど、部屋を分けて。今は寝床だけで分けてるけど、いずれはちゃんと扉も作って部屋を分けたいね。あれ、あいつどこ行った。ジバコとかやつ仲間に入れてお前の寝床ないわ。そういえばこの場所を守るくらいならできる。ハーゴン教団なんかやめにする。ビルダー教に入信する。そうか、我がビルダー教のお布施は高いぞ。ははっ、仲間に加わったって言っても、あいつ魔法の準備してんだけど。じゃあちょっと小麦の種を植えますか。ほいほい。ここも植えられるといえば植えられるけど、ここはなんかキャベツにしたいんだよな。あれ、キャベツって2つ空いてたっけ。まあいいや。あと土なんだよね、やっぱ土がない。なんか荒らしてくる魔物とかいるのかな、やっぱり。だったらやっぱり小麦の収穫だな、必要なのは。畑を捨て物作りをやめてしまった。ここで物を作っていけば緑を作る仲間も見つけていける。あ、空っぽ島に連れていくの、最終的にはそういう目的か。いろんな素材も手に入って荷物が増えている。あ、いや、もう、え、もう持ってるよ。あ、袋なんだ、携帯用か。これはありがたいね。
いくら増えても持ち運べますって何？どういうこと？そんなに？小麦の種、いや植えたよ。だからおおすげえ。袋を開く、袋をしまう。あ、袋これか。12345、確かにすっげえ入るわ。これ超便利だ。で入れ替え、あなるほど、これで袋と入れ替えるのかな。なるほどね、 OK です。で小麦植えたからこっちに放そう。健康な土が全然足りない。そうなんだよ、そこなんだよ。今この辺に住んでるオオネズミから噂を聞いた。教団に追われて点々としてる腐った土をきれいにできる一族の末裔がこの辺りをうねうねしてた。その人を連れてきたら健康な土が増やせる。小麦が育つまで時間がかかる。オオネズミから情報を聞いて土をきれいにできる人を探してきてよ。目的地が表示された。ちょっともう一回話そう。あ変わんねえか。よし、じゃあちょっと目的地的にはん？どっちだ？全体マップを見よう。すっげえ北の方だな。広いよね。全然開拓できてないよ。まあいいや、まずは目的地向かって突っ走る。レベルはまあ4のままでいいかな。今のところすげえ苦戦しているわけではないんで。キャベツでヒットポイントも回復できるしね。なんか珍しいもん、ゲオークがいる。やばくね。レベル4じゃダメかもしんね。自信なくなってきた。お、オオネズミちゃんがいるではないか。あ、導きの玉、これはやっておこう。島はそれなりに広い。これでそれなりなの。まあ、まずはちょっとブックマークしておこう。オオネズミの丘、うねうねで中。この辺りに土をきれいにする一族、よくわからないけどもハーゴン教団の連中が険しい顔で東に走っていった。なるほど。階段の手前、あ話した話した、もう大丈夫で、こっちか。そうするとまたあれは別の建物かな。あなんかこれは、あドラッキーか。寝てるとこ悪いが死んでもらう。そのまま永遠の眠りにつかせてやろう。あれ種くれた？キャベツの種持ってんだけど。ちょっと木があると見づらいね。こっちはいけない。なんか降りられる感じになってた。いや行くと死にそう。でイベントがあるね。あ襲われてる？ゲッ、しかもマンドリルみたいなやつがいる。悪しきオオネズミが綺麗な土を作ってると情報が入った。この地で物を作るなど許さん。ちょっと体が勝手にうねうねしただけで悪気があったわけじゃない。物など作って破壊をしないとは言語道断。罰を受けろ。どうした人間たち、我らは今物作りに手を染める悪しき大ミミズか。粛清中なのだ。ありがたいお説教は後でみっちりしてやろう。お前たちも粛清を手伝いなさい。大ミミズなんだ。なるほどね。まあ確かにミミズは土をきれいにするような感じがする。ほらほらほら、あ後ろのグレムリンが魔法を唱えてんな。シャドウか。ただ魔法系は接近戦に弱いというのが相場。指導が勝手に倒してた。余裕だな。あれどこ行った、あいつ。あ出てきた。ありがとうございます。僕をいじめるハーゴン教団の連中をやっつけてくれた。君たちはビルダーだ。新しい大樹を育てるために土をきれいにする一族を探している。実は僕大樹のいびくを感じて方々をうねうねと探していた。これは運命ってやつかも。僕たちオオミミズこそ腐った土をきれいにできる一族。僕がその最後の生き残り。一人なの？僕ミミズンとか。単純だな。大樹のある場所に連れてってくれと。ワープで連れてくけどね。これどうやってついてくるの？気持ち悪いな。
へえ。ワープで行こう。拠点。よし、仲間に入れて。すごいや、ここがミカミックスの農園なんだね。これが大樹の若木か。うひゃー。え、何こやつは大ミミズ。早く駆除せんかって。いや、おそらくこの大ミミズが土をきれいにする一族の末裔だ。大ミミズよ、お前もここで畑作りを手伝うんだ。さもなくは命はない。脅迫だ。改めてよろしくね。僕今日からここに住む。ここで腐った土をきれいにする。いいね。まずあの畑をなんとかしてほしいんだよね。一帯を全部きれいにしてもらいたい。こいつさ、寝床必要？寝床作ってあげないといけないかな。おお、すごいじゃん。ということでハートをゲットしました。いや、どんどん変えていくよって言ってるけどさ。あ、小麦があるね。どこの土を変えてくれんの。お、来た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 。何を育てようじゃなくて、お前は育てるんじゃなくてさ、土をきれいにしてもらいたいんだよ。こいつの寝床作ってあげる。別でこの外に宿舎みたいな感じで。ちょっと待ってね、一応作ってあげよう。いや、そういう概念は多分ないと思うけど、あのこの隣に作ってあげよう。ちょっと一旦ここをきれいにしよう。ちゃんと石ではないけど木で作ってあげよう。邪魔邪魔邪魔。よし、あ、少しはね、物作りもしないと。そんなでかくなくていいんだよね、正直。こいつの住むとこだから。住むっていうか寝るだけだから。仮眠室、広さ的にはこんなもんでいいかな。一応扉も作ってあげよう。なんか別のやつが来そうだよね。なので、まずはこの板の扉でよくないか。これちょっと作ってみよう。一つぽいで、あとは板の床、板の床、これを、あ、1個できるんだ。1個で10個できるんだ。だからそうか、床ってことはもう一段下を作らなきゃいけないんだね。仕方ない。え、これ破壊できない？破壊できた。ちょっと待ってね、ここから慎重に行こう。マス目的には3マス3マスくらいでいいんだよね、正直。まあ、このくらいでいいや。ほい。で、ここに、床をまず敷き詰める。ほい。ここにもやって。ほいほいほい。 3×3 でいいな。寝るだけだから。まあ、テーブル1個置いてあげるか。ちょっと待って。あ、俺の家に傷が、あ、治るんだ。ちょ、ここがなんでこうなっちゃうんだ。ちょっと待って、これ本当難しいのよ。ほい、穴開いてるよね。ここに入れたいんだよな。なんでここ空間になっちゃうんだろう。お、ミミズだ、勝手に入ってくんじゃねえお前。ちょっと待ってね、こうやって、じゃあ一回こうやる。でこうやって一個ずつやっぱ設置していくか。でこうやってこう。よし、これでとりあえず床はできてね。ここん、拠点を狙うモンスター。マジか。何者だ。作物を狙っている。いてよかった、あいつら。なるほど。行け。俺は
作っている。助けてくれっす。刺されなお前このヤンド危機怖いとか、なんか俺が悪いことをしてる気分だぞ。あれまだいる。あどこにいる。あやっつけた。ありがとうございます。でちょっと待ってね、もう一回こことここでこれ置い、ちょっと待って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 、置い置けねえ置いてこの3マスでしょ。1マス2マスあれ3マスになってる。もうちょっとあと泥でいいや。段差があるとそうそう移動できないからね。こいつのとこ行くのに超時間かかるみたいな。あこれはすぐいっぱいできるから、ちょっと邪魔これ。ほいほい、ここにも置いとくか。セッティングがマジで難しい。あれ置けないこれ。はい、でこれを回収して、はいはいはいと。でドアを、こんなドア1個真ん中に置いとくか。置くで置く置く、そうこれでいい、これでいい、このくらいの大きさでいいよ。こいつの寝床は多分足んないな。これ足んないからもう一個作ってこよう。じゃあ木の板の床じゃない、木材の壁だな。見た目にもこだわる。よしこれにしよう。よしゲット。だからちょっとこれ一回取り外そう。おいお前なんで勝手に入ってんだまだ建造中だぞ。こいつらのさ、この勝手な行動なんとかしてほしいな。ちょっと一回置いて、少なくとも床に関してはさ、うちよりいいよね。俺だってほらまだここ泥とか混ざってるからここら辺そこまで凝った作りにはなってないからね。でこれにして、じゃあちょっとここに置く置く。よしこれでいこう。圧迫圧迫感半端ねえなこれじゃあじゃあここにあるからこれはいいんじゃないか。もうこっちに持ってきて、えなんか難しいな。だからあとはまたちょっと任せるよ。で行こう。ちょっと待ってね、一応うわ来てる来てる来てる、退治できなかったか。割と頻繁に現れるな。78、あ78ってこと。倒した。よし、あいつ一人だと心配だな。で俺は今これを作ってんのよ。ほい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 、はいはいはいと、まあ、はい。よしこれで超小さい空き部屋ができた。いやいいんだよそれで。でちょっとガチャ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 言っちゃってるけど、これ扉でしょ。そこに藁を1個敷き詰めよう。で荷物いらなそうなの、ちょっと小麦はいる、枯れ草もまあ一応持っとく。しまう2個、あこうだね。泥少し開けとくか。よしコディア。でこれ枯れ草1個、ほいからの
おお、立ってるね。いいね。これお前のとこだぞ。お前の仮眠室。で、ここに、置く。え、置けない。ちょ、待って待って待って。2マス使って、3マス使ってるこれ。いや、2マスだよね。2マスだな。こうじゃないんだよな。こうじゃないの。横に置きたいの、俺。ちょっと待って。すっげえ難しいんだけど。ちょっとむずいむずいむずい。いや、縦じゃないんだよ。横に置きたいんだよ。まあ、いっか、じゃあ。ちょ。いや、これでいいや。まあ、こうやって寝て、まあ、横にも寝返りが打てると。よし、それで行こう。ここ、お前の家だ。お前の仮眠室。指導がなんか、ここで寝ようとしているけど。あ、小麦できた？あ、まだか。もうちょいかかるか。小麦時間かかるな、できるまで。こいつ大変だな。2つ見張ってんのか。もうちょっと奥行きだけやってあげる？ちょ、凝り出してきたな、また俺も。ものづくりに目覚めてるからね。ちょっとここら辺破壊して。これ持って。じゃ、これじゃない。同じところまで拡張してあげるか。ちょ、邪魔。よし、これどけて。で、ちょっと床だな。邪魔邪魔。床をもう一個作ってあげなきゃいけないのか。ここら辺のやつ全部破壊しよう、一回。ジャンプ。よし。これも一回ちょっと破壊しちゃおう。はんはんはん、オッケー。で、ここの段に行って。あれ、床になってんな。で、ここに関しては別に泥でいいんだよね。生活区域じゃないから。うわっ、ちょっと待って。空腹で倒れそう。あ、ほんと？キャベツ爆食いしよう。ちょっとこれも一回壊すでしょ。で、床が足んねえな、やっぱり。床が足りないから、床をもう一個。床作って、いや、もう一マス、もう一マス欲しいかな。なんか、だんだんさ、ちょっと凝ってくるよね、やっぱり。もう一マス、もう一マスだけ拡張します。横に。ちょっと一回これ、一回回収する。破壊して。いや、まあ、この衛兵さんも多分頑張ってくれてるから、やっぱりね、それなりのところ用意してあげよう。宿舎を。ほい、はい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 。とで、これ置いて、ちょっとさ、寝よう。見づらい。あ、みんな寝てる。よし、俺はここに寝よう。朝にしよう。指導も来たな。衛兵さん、マジでいつ休んでんの、あの人。今作ってあげてるから、もうちょっと待ってくれ。申し訳ない。家というのはね、そんな1日でできるもんじゃないから。家を作りながら小麦を回収しよう。だから、ほんなら小麦の種もね、もうちょっと植えたいんだけど、植えたいんだけど、あ、これ何、もうキャベツなくなった？なくなったっぽくね。やっぱり何回か収穫するとなくなっちゃうんだな。じゃ、こいつ働いてる？全然健康な土地になってなくね。まあいいや。今お前より衛兵さんだよ。衛兵さんの寝床を作ってあげる。
で床置いて置いて置いて、なんかちょっとここ一マスあれだな、低いな。いやそんなことないか、ここに置いて、ほい、あ、やっぱ、あー、なくなってしまった。材料が二段ジャンプできないとちょっと不便だな、高いところに行くと。登りきれない。高低差をこう調べるのもなんか難しいね。あ、置いて置いて、これとここ邪魔で置いて、いや待って、あそこ泥になってんな。いや、ここは泥でいいんだよ。なんでかっていうと、ここにはもう壁が立つから。今ちょっともったいないけど、別にこれでやって、ここをまた木の壁にするでしょ。これちょっと外壁だけ作ろう。まずこうで、こうで、こうの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 こうでこう、もう一個補充しないと多分ダメだね。でこう、よし、ここから二段目を作っていこう。いいね。で、置く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 、よしよしよし、待ってろ衛兵さん。衛兵さん火いる？ところで、よし、できました。小さい空き部屋、ここにさっきの藁をだから敷いてあげます。俺的に藁はこうがいい。でしょうがないな、一つテーブルと椅子も作ってあげるか。大サービスだ。生活家具、まあもうこれだよね。ちょ、木材がちょっと足りなくなってきた。いや、まだまだあるけど、木材やたら使うね。壺なんていらないだろう。で丸太の椅子、よし。で他はだってもういらないよね別に。いや、焚き火はちょっといらない。ほんとここは寝るだけだから、休む休憩場だから、ここに置いて、でここに椅子を置こう。よ、こんな感じ。もう一人で座ってもらえれば大丈夫。お前何しに来たんだ。こいつらもうほんとに勝手に入ってくっかんな。ちょっと待って、これ切り替えて、ここら辺ちょっと埋めとこう。段差があってなんかすげえ移動しづらい。お、ちゃんと仕事してるね、いいことだ。ちゃんときれいにしておこう、ここら辺を。ほい、だいぶここら辺からあれだな、材料調達してきたんだな。なんかもう形が汚いんだけど。ほいほい、よし、このくらいがあればいいでしょう。 OKOKOK、 どうどう、これ、ここが家で、ここがお前の休むとこ、悪くないんじゃないか。まあ、2つ見張っててくれるのはありがたいけど。来た、拠点モンスター。まずはハートを回収。毎回ドラッキーだな。ほら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 、いや俺がいるとさ別にこんな楽勝で倒せるけど、あいつ一人はほんと心配だな。モンスターの数は多いよ。だって旅してる時も拠点にモンスターが来たって、まあ、多分言ってくれるんだろうけど、いちいちそれで帰ってらんないからね。あとこのミミズがどんだけ働いてくれるかだな。というような感じで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。とりあえずミミズが仲間になったのと、あとこいつもね仲間にして、こいつの宿舎を作ってあげましたというところになります。次回はまた続きからやっていきますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。